水。水、水、多言語故称は、下記参照とは、化学式法で表される、水素と酸素の化合物である。特に湯と対比して用いられ、温度が低く、かつを起こして、氷にはなっていないものを言う。また、液状のもの全般を指す。ハイドロは、IPA、AH、HDR にちなみ、水のを意味する、窃盗語に使用される。 この項目では、穂の意味での水を中心としながら、幅広い意味の水について解説する。水は人類にとって、最もありふれた液体であり、基本的な物質である。また、人が生命を維持するには必要不可欠であり、様々な産業活動にも、不可欠の物質である。古代イギリシャではタレスが、万物のある系は、水都市、エンペドクレスは四大元素の一つで、 基本的な元素として水をあげた。古代インドでも五代の一つとされ、中国の五行説でも基本要素の一つとみなされている。18世紀の後半まで行の東西を問わず人々はそうした理解をしていた。それが変わったのはわずか200年ほど前のことであり、19世紀前半にドルトン、ゲイルサック、フンボルトラの実験が行われ、アボガドロによって 分子説が唱えられたことによって、穂で表すことができる水素と酸素の化合物と理解されるように言った。水の知識の歴史概略。常温常圧では液体で透明ではあるが、ごくわずかに青緑色を呈している。ただし、重水は無色である。また、無味無臭である。日常生活で人が用いるコップ一杯や風呂桶程度の量の水にはほとんど色がないので、 水の色は無色透明と形容される。詩的な表現では何かの色に染まっていないことの象徴として水が用いられることがある。しかし、海、湖、ダム、大きな川など、厚い層をなして存在する大量の水の色は青色に見える。このような状態で見える水の色を日本語ではそのまま水色と呼んでいる。水の色、科学が発展してからは、 化学式法で表され、水素原子と酸素原子は共有結合で結びついていると理解されている。水の性質。また水は、かつて1キログラムや1カロリーの単位の基準として用いられた。水の性質。すべての基地の生命体にとって、水は不可欠な物質である。生物体を構成する物質で、最も多くを占めるのが水である。核や、 細胞質で最も多い物質でもあり、細胞内の物質代謝の媒体としても利用されている。通常、質量にして生物体の70から80%が水によって占められている。人体も60から70%程度が水である。生物と水。地球表面、特に海洋に豊富に存在する。水は人類にとって身近であって、 生物の生存に必要な物質であるが、宇宙全体では液体の状態で存在している量は少ない。水の分布。現代の人類の水の使用量の約7割が農業用水である。現代の東京の家庭での水の使用量を多い順に並べるとトイレ、風呂、水地である。水の使用量。夏季では、 水に関する人類の知識の歴史概略を解説し、続いて、現代物理学での水の理解などを解説する。日常的な日本語では、同じ液体の水でも温度によって、名称を変えて呼び分ける。低温や常温では、水と呼ぶが、温度が高くなるというといい、別の漢字を当てる。しかし、英語、ウォーターやフランス語、エアウなどでは、液体であれば、温度によらず名称は不変である。 日本語では湯などから立ち上った水蒸気が凝結して空気中に細かな粒として存在する水は湯気という。用途、性質、存在する場所などによる呼び分けも行われている。例えば水の中でも特に飲用に供するものを飲料水という。海にある塩分などを多く含む水は海水、地下に存在する水は地下水と呼び。 地下水を汲みボトルに詰めたものをミネラルウォーターと呼ぶ。また、用途によって農業用水、工業用水などの故障もある。機能と水質に基づく浄水、下水という故障もある。ビクショナリーの水の項も参照。ボディ、シュイ、ムル、マーイ、アーブ、マイム、パーニー、ナー、ネロ、モロコゴ、オス、チュウ。 水の概念を自然科学的に拡張して、科学式でほと表現できるものをすべて講義の水とすれば、固体は氷、液体は水、気体は水蒸気ということになる。IUPAC 系統名は、オキシュダン、オクセデインであるがほとんど用いられない。また、一酸化二水素、酸化水素水、水酸、水酸化水素といった呼び方をすることも可能である。 水素化物。不純物はほとんど含まない水を純水と呼ぶ。例えば、加熱してできた水蒸気を凝結した蒸留水など、特に純度の高いものは超純水という故障もある。水の化学式法の水素が二つとも同位体の重水素である水を重水と呼び、化学式図で表す。水素の一つが重水素であり、もう一つが軽水素である水は、 半重水と呼び、とで表す。水素の一つが、見え水素、トリチウムである水は、トリチウム水、または、見え水素水と呼び、とで表す。重水、半重水とトリチウム水を合わせ、さらに酸素の同位体と水素の化合物である水も、含めて、単に重水と呼ぶこともある。この講義の重水に対して、普通の水は、軽水と呼ばれる。軽水と重水は、 電子状態が同じなので、化学的性質は等しい。しかし、質量が2倍、3倍となる水素の同位体の化合物である水では、結合や乖離反応の速度などの物性に顕著な差が現れる。速度論的同位体効果。気象に関する用語では、水の粒の大きさによって、霧やもやと呼ぶ。これらを総称した一般用語として霞もある。それらが、 上空にある状態では、雲と呼ぶ。雲から凝縮して、大きめの水滴となって地上に落ちてくる水は、雨と呼ぶ。上空で、水蒸気が凝固して、結晶となった氷は、雪と呼ばれ、一体の結晶になっていない粒は、大きさによって、あられや氷と呼ぶ。それらが、水と混合した状態になっていれば、みぞれと呼ばれる。古代ギリシアの哲学者、一般に、 最初の哲学者とされる、紀元前6世紀頃の人物ミレトスのタレスは、万物の根源ある形を探求する中で、ある形は水であると述べたと伝えられている。同じく古代イギリシアのエンペドクレスは、火、空気、水、土を4つの理想また、根の物質の意で、今日の元素のこととし、それの集合や理算によって、自然界の出来事を説明する。 いわゆる四元素説を唱えた。これはアリストテレスに継承された。古代インドでも、地、水、火、風及びこれに空を加えた五代の思想が唱えられていた。また、中国においても、万物は木、火、土、金、水の五種類の元素からなるとする五行説が唱えられた。つまり、陽の東西を問わず、水は、 基本的な4から5種の元素の一つだと考えられていたのであり、こうした水の理解は2000年以上にわたって人々の間で一般的であった。18世紀後半の時点でもごく一般的であった。こうした理解に変化が生じ始めたのは18世紀末のことであり、人類の歴史の中に位置づけるとごく最近のことである。18世紀末に キャベンディッシュが金属と酸とが反応を起こすときに軽い謎の機体、現在では水素と呼ばれているものが発生し、それは簡単に燃えて水になることを発見した。また、ラボアジエがこの燃焼で加合する相手が空気中の酸素であることを確かめた。これによって実は水は元素ではないという考え方が登場した。ただし、ラボアジエの実験があっても 人々の考え方がすぐに変わったわけではなく、人々は以前通り四元素の考え方をしていた。学者らも、おおむね四元素の考え方を、それまで通り用いてい、と科学者らから指摘されている。18世紀までの文献に現れる、アクア、ウォーター、水などは、基本元素としての水だと、理解するのが適切である。その後19世紀初頭、イギリスのドルトンが実験の結果、 水素と酸素が重量比で1、7で加合するとし、後に正しくは1、8と判明。1805年にはゲイリサックやフンボルトなどがそれぞれ体積比で2、1で加合することを見出した。さらに1811年にアボガドロが分子説を唱え、その枠組みの中で水の分子がほと定められた。この頃、19世紀の初頭に、 西欧の学者たちの水の理解が変わったと、科学史やらによって指摘されており、同世紀を通して、一般の人々の理解も変化していったと考えてよい。一分施設の成立と共にあったという点などで、水は近代科学の発展のきっかけを作ったものである。この時期は、概ねフィローセフィア、哲学を母体として、サインティア、科学が生まれつつあった木と一致している。こうした、 新しい独特の哲学を行う人の数が徐々に増え、彼らが自分たちのことを他の哲学者から区別するために、サイエンティスト、科学者という用語がヒューウェルによって1833年増語されその使用が提唱された。水の科学的な性質については、水の性質を参照のこと、地球上には多くの水が存在しており、生物の生育や熱の循環に、 重要な役割を持っている。気象学や海洋学などの地球科学、生態学における大きな要因の一つである。水蒸気は最大の温室効果ガスでもある。地球の水の総量は約14億キロメートルイコール1 4 0ルと言われ、その97%が海水として存在し、淡水は残り3%に過ぎない。そのほとんどが 氷河や氷山として存在している。氷の状態の淡水の大部分は南極大陸とグリーンランドが占めている。この中で淡水湖、河川水、地下水や砂が人間が直接に利用可能な水で総量の1%未満である。飲料水として利用できるものはさらに少ない。海水は天然及び人工のすべての汚れを合わせ高濃度に汚染されているため、 資源としての利用価値は、ほとんどない。地球における継続的な水の循環は、水循環と呼ばれている。太陽エネルギーを主因として、型晶、液相、気層間で相互に状態を変化させながら、蒸発、降水、地表流、土壌への浸透などを経て、地球上を絶えず循環している。また、この循環の過程で、地球表面の熱の移動や浸食、運搬、 堆積などの地形を形成する作用が行われる。太陽系外惑星には、大量の液体の水を保持している、可能性のある惑星がいくつか見つかっている。例えば、ケプラー22ビットやグリーゼ 581D、HD85512B といった惑星は、地球と同じような環境で、水の海を持つと推定されている。しかし、 GJ1214B やカニザ55番星 E といった惑星は地球とは異なり高温高圧の超輪海水の海を持つとされている。2012年、ハップル宇宙望遠鏡の観測により GJ1214B が高温の水蒸気の大気を持つことが確認された。大気の下には超輪海水の海が存在する可能性がある。2011年、 クエーサーアプム08279プラス5255の膠着円盤に地球の水の140兆倍という膨大な量の水が発見された。アプム08279プラス5255は宇宙誕生から16億年後の時代に存在する天体であり、このことはすでにこの時代に大量の水が存在していたことを示している。生物体を構成する物質で 最も多くを占めるのが水である。核や細胞質で最も多い物質でもあり、細胞内の物質代謝の媒体としても使用されている。通常、質量にして生物体の70%から80%が水によって占められており、そのうちわずか数でも不足するとの、どの乾きや熱中症など、生命活動に不都合が現れる。生きている細胞には、 理想的な溶媒である水が多く含まれており、生命現象を司る化学反応の場を提供し、また水そのものが種々の化学反応の機質となっている。体液として、体内の物質輸送や分泌物、粘膜に用いられる。また高分子さとゲル化することで体を支える構造体やレンズにも利用されている。クマムシのように厳しい環境にも耐えられる生物は、体内の水分を放出し、 不活性な状態を作り出すことができる。なお、生物は太古の海で誕生したとされることがある。生物の化学蘇生と海水の蘇生が似ていることも、その説の根拠の一つである。地上の生物もその先祖をたどれば、水中生活を送っていた、とされる。陸上のように、常に水に浸かっていない環境では、生物にとって最も重要な問題の一つが、 水の確保である。陸上の無脊椎動物では、周囲が湿っていなければ活動できないものも多い。陸上生物に見られる進化的形態の多くが、水の確保や自由水のない環境への適応である。クマムシの場合も、頻繁に乾燥にさらされる環境への適応として、休眠の能力が発達したと考えられている。人体における水分量は、年齢、性別によって異なり、 新生児で約80%、成人で60%前後、高齢者は50%台となる。また女性は男性に比べて体内の脂肪分が多い関係で、水分量は同年代の男性に比べてや少ない。そして、その人体の水のうち45%までが細胞内に封じ込められた水で、残り15%が血液、リンパ液など、 細胞の外にある水と言われている。この細胞内液、細胞外液を合わせたものを体液と呼び、この体液が生命の維持、活動に重要な役割を果たす。なおに水によると1日に排出される水の量は体重 60kg の成人男性で 2500ml であり、内訳としては尿 1400ml、粉 100ml、汗 500ml、 肺から残機 500ml である。1日に必要な水の量は当然 2500ml で、一般に飲料水から 1200ml、食物 1000ml、代謝物 300ml として摂取される。汗は非常に効率よく体温を下げる機能を持つ。水の蒸発鮮熱が大きいのは水素結合が強いことに起因している。 体内の水分量が不足した状態を医学的には脱水と呼ぶ。水分喪失量に対して水分摂取量が不足することによって起こる。水分摂取不足、あるいは水分喪失過剰、あるいは水分摂取不足と水分喪失過剰の同時進行によって起きる。具体的には、高温の環境、重作業、激しい運動、発熱、下痢、嘔吐などが原因となって起きる。 人体が過剰な水分を投与された場合、細胞外液の浸透圧が異常に下がり、低ナトリウム血症によって、悪心、頭痛、麻大性痙攣、意識障害等の症状を引き起こす。これを水中毒といい、輸液ミス、心因性退院、セアドなどの結果として見られる。なお、致死量は、体重 65kg の人で10から30リットル、日である。 安全な水を飲めるかどうかということは人間の健康に大きな影響を及ぼしている。汚物などに触れた不衛生な水を飲むとこれら、腸チ,チフス、赤痢などで命を落とす人が出る。そしてこれらの病気は感染する。体力の弱い乳幼児は不衛生な水を取るとしばしばひどい下痢を起こし脱水症状で死亡する。老人も免疫力が弱く。 不衛生な水で命を落としやすい。また、不衛生な水は寄生虫の問題も引き起こす。古代でも中世でも人類のほとんどは水道なしで生きていたと考えてよい。都市で暮らすにしても浄水道がなかったのである。安全な水を飲む方法として古代から行われている一つの方法は煮沸してから口に入れるということである。ローマ帝国、古代、ローマは 土木技術に引いてており、ローマに水を引くべく、水道を建設した。これのおかげで、ローマの住むローマ市民は、公衆浴場を利用することができた。公共の水洗トイレもあった。石でできたベンチ状のものの下を、水が流れており、ベンチには、穴が開いており、そこに腰掛けて、用をすれば、排泄物が流れていくのである。ローマのように水がふんだんにある。 都市生活は世界的に見て例外的であり、他に類を見ない状態であった。ローマ帝国の時代、ローマという都市に住む人たちは風呂に頻繁に入っていた。わけだが、その後、彼ら、かつてのローマ帝国の中核的市民、今のローマ市民やイタリア人は頻繁に風呂に入る習慣は失った。都市では、都市で生活する者に安全な飲料水を、いかにして届けるかということは、 都市をを治治めるる。者、者政治を行うにとって、大きな問題である日本の江戸では水不足の状態を改善をするために1652年に玉川上水の建設が計画され翌1653年まずは本線が建設された難工事で幕府の用意した資金はそこをついてしまい玉川兄弟は自宅を売って建設を続行したという年 1654年6月から、江戸市中への通水が開始された。玉川上水は、江戸っ子の自慢となった。江戸の上水道は、世界的に見て質が高かったと指摘されることは多い。ヨーロッパではどんな状態だったかというと、ヨーロッパでは、中世、各都市は外敵を防ぐべく、壁を作り、城塞都市、実地が行われ、独立性が高く、 小さな国のような様相を呈するものが多かった。ヨーロッパの都市では、町の広場などに、都市の近くの山などから水道で水を引き、その水を出すフォンテフォンテ、イタリア語、ポルトガル語、フランス語では、フォンテインフォンテーヌ、日本語では、泉を設置して、飲料水を市民に提供しているものが多かった。市民は桶を持って、広場にやってきて、この泉で水を汲んで、 水が入った重い桶を持って家まで運び、各家でそれを使うのである。つまり、水道があると言ってもそういう程度のことであったのであり、基本的に各家まで引かれていたわけではない。ヨーロッパの水事情を理解するための一例として、フランスの首都のパリの水事情について説明すると、パリの水事情はひどいものであった。16世紀、17世紀、18世紀と、 パリ市民は安全な飲料水をたっぷりと確保できていたわけではない。基本的に風呂に入るなどということは考えられない状態であった。やることといえば布に水や湯を含ませて体を拭くということだったり、せいぜいやるとしても体があまりに臭くなったら桶やたらい、金たらいを用意して服を脱いでその中で立って桶に汲んだ水をちょろちょろと体にかけて流し、 数分後にはそ,そくさと体を拭くという程度のことであった。日本人のように熱い風呂に全身をどっぷりと沈めて体を温めるなどという発想はフランス人には全くなかった。汚水の扱いもひどいものでパリに下水道が整備されていなかったものだから市民はお仏を家、アパルトマンの前の街路に捨てていた。当時パリの街は道の端や真ん中に 水が集まるようにしてあり、雨になるとそこを、雨水が流れるのだが、そこにお仏が大量に流れ、街全体に悪臭が漂っていたのである。そんな状態が状態化すると、しまいには、建物の三階四階などに住み、いちいち階まで歩いて降りる手間を面倒に感じる。ものなどでは桶に入ったお仏を、窓から直接放り投げるような不届きものすらいた。パリの街を歩くには、 足元の汚水にも気をつけなければならないし、同時に、頭上にも注意を払って、お物をかけられないように気をつける必要すらあったので、ある。この状況が変わったのは19世紀のことで、オスマンが行ったパリ改造、オスマニザシオンのおかげであり、オスマンは、パリ市民のために安全な水を豊富に確保するために、パリから1 0 0トルも離れた水源からパリに水を引くという決断。 大英断を行い、それが成功し、各家庭に十分に水を届けることが可能になり、その結果、当時、パリの各家庭でバスタブを置き風呂に入るということがちょっとした流行になった。だが、今でもフランス人はあまり風呂に入らない。少なくとも、日本人のように毎日風呂に入ったりするような習慣は全然なく、本当にたまにしか入らない。 途上国などでは現代でも水道がない国が多い。毎日水をバケツ等で家まで運ぶ地域もある。さらに水源が遠いため自力で長距離を歩かなければならず、その労働に当たる子供が通学さえままならない地域もある。産業利用を目的とした水理は用水路と呼ばれる農業用水、工業用水。世界の水の使用量は1995年の 段階で年間約35,700億メートルで、内訳としては、農業用水が約25,03000 00メートル、年で約7割を占め最大、工業用水が約7,150億メートル、年、生活用水が約3,540億メートル、年だった、とも推定されている。 水使用量は1950年から1995年までで2.6倍になっているともされ、2025年には30億人以上が水の量と質の限界、水ストレスに直面するとも予想されている。仮想水という指標で水の使用量が計算されている。家庭での水の使用量は国ごとに著しく異なる。途上国の中には 1>, 1日1一人当たり数リットルという国がある。その一方で、先進国では、1日1一人当たり数百リットルという国が多く、途上国と先進国の間には大きな差がある。日本の家庭の使用量を持たの先進諸国と同様、最も高い部類に属する。日本での使用状況の一例として、東京の家庭でのそれを挙げると、 1>, 1日で一人当たり 242L の水を使っている2005年現在東京都水道局調べ家庭での水の使用量のうち28%がトイレ24%が風呂23%が水時17%が洗濯となっている2002年東京都水道局調べ世界のそれぞれの地域における水の状況は地域による差 気候の差の影響を大きく受ける。その水の状況が農業に影響を与え、社会構造にも影響を与えている。水は人類にとって最も身近で重要な物質であり、かつ様々な対応を見せることから、水をモチーフとした数々の芸術作品が生み出されている。水そのものを取り入れたものに庭園における池や噴水がある。他にも、 世間や市場に普遍的なもの、貨幣や情報などを水に例えて、洪水のような判断するなどと表現されることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。